期待されてね、今回代表入りですからね。セカンド強い打球、三塁ランナーダイソーの松田が飛び出しました。サードとホームの間に挟まれます。タッチアウト。さらに走ってきた杉本、タッチはセーブ。ランナーは残りました。ワンアウトランナー三塁二塁です。今久保君、おっとどうぞ、原監督ですか。原監督リクエスト。久保監督もちょっと動きにしてましたけど、原監督がリクエストをしようとしましたねこれは三塁セーブですからね。これリクエスト、リプレイ検証されますね。いや昨日は送りバントあり、そして申告敬遠あり、勝ちにこだわりを見せた両チームの監督がここはもうすかさずリクエストだというふうな動きをかけました。今まずはね、この松田選手と村上が少し接触をギリギリだったんですよ。これで当たるかどうかっていうところで、これが接触してたらオーストラクションなんで、はい、これを工藤監督はリクエストしようと思ったんですけど、原監督はこの最後のタッチですね、はい、あちらの方でリクエストされましたね。セカンドゴロで、まあ、ダイソーで松田が出ていたんですが、その松田がホームに向かって飛び出しました。村上が当たってたら当たりそうになったのをこう避けたと。そこにまた上野もランナーにタッチに行ったんですが、そちらはセーフ。これ今場内でもあのリプレイ映像が流れてまして、それを見て観衆の皆さんもね、あのじっと見つめるように見てらっしゃいますけども、これが長打も伝えて見えないですね。見えないですね。いいところにいますね、松田がまた。ちょうど絶妙なところに立ってます、松田。本当に見えなかったですね。いや、ただ、岩隈さん、そもそもオールスターのリプレイ検証ですよ。本当ですね。初めて見ますね。さあ、これでどうでしょうか。これでもね、すごいアンパイアもギリギリ見えて、完璧にね。はい。見えなかった可能性あるんですよ。このね、こっち見てますからね。そうです。いや、梅野の背中がね。ああ、なるほど。ここは梅野の背中越しのタッチなんで。なるほど。これリプレイした方が分かりやすくていいんじゃないですか。ああ、なるほど。三塁アンパイアもね、ちょっと陰に隠れて見えなかったかもしれないです。もちろんこれは見えたんですけど、はい、なので、ここはこれね。この後はね、梅野の背中がね、ここにあるんで。ちらっと見られても、これで、タッチでどうか。ああ、アウトですか。いやー、リプレイ検証の結果、アウト。リクエストですから、ああ、工藤監督出てきました。そして、あ、ここはもう、選手起用ですね。選手起用で出てきたということですね。いや、ですから、これはリクエスト、原監督のリクエスト。